こんばんは、岡野慎一郎です。LA 時間10日夜9時46分ごろに発生した東北地方太平洋沖地震で、東日本に大きな被害が出ております。観測史上マグニチュード 8.8 という大きな地震でした。ロサンゼルスにも少なからずとも影響が出ております。本日は予定を変更しまして、地震関連のニュースをお伝えいたします。はい、ロサンゼルスの宮城県人会会長米沢義人さん宅には、11日早朝から多くの電話が寄せられました。はいはい、ありがとうございます。頑張るよってありがたかったですね。やっぱり今朝からずっと電話ね、そういう格好でいただいてるんですよ。本当に涙が出るぐらいこう込み上げてきた格好でしたよね。金曜日の時点では米沢さんも現地と連絡がつかず、情報収集はテレビのニュースからのみ。テレビつけて見たときに、あの津波がすでに押し寄せてきましたよね。それからどの辺かっていうのは全然見当つかなかったんですよ。ただ仙台の飛行場出ましてね、ああ名取川っていう川だなって分かったんですね。ニュースを見ながら米沢さんの心をよぎったのは、外国語指導員を日本に招聘するジェットプログラムでロサンゼルスから宮城県の小学校に赴任したルビー・ジョーさんの安否でした。七ヶ浜っていうところですね。だからそこがかなりあのその川とも近いんじゃないかなって。UTV ではこの宮城県で被災したルビー・ジョーさんのお姉さんのお話を聞くことができました。I have a lot of friends in Japan and they said that there's an earthquake. I didn't realize how serious it was until I saw some of the footage. And some of my friends in Japan was like, the place where your sister is living, that's where it struck. Did you ever call her and talk to her on the phone? Yeah, I did. It happened last night.She picked up the phone. She was like, "Moshi, moshi." And I was like, "Ruby." She is with 300 other people in a school gym in the Shishigahama Junior High School. And she says that's like one of the highest elevated places in her city. They have water and heat and food, and that there are other people helping them get resources. She also mentioned that she's seen some houses float by.So, I'm just happy that she wasn't alone and by herself. 宮城県人会では救援金の寄付を検討中とのことです。一方、この地震を受けまして空の便に大きく乱れが出ております。もう本当に電話っていうのはもうひっきりなしになっている状況でして、はい、そうですね、1時間にもう何十分もなってるというか、あの概算でしか申し上げられないんですけれども。あ、そうなんですね、はい、まあ、それぞれの航空会社からですね、いろいろあの特別措置っていうのが出てますので、そちらのガイドラインにのっとって、あの適用できる方も変更とか無料であの、はい、させていただいている方がほとんどですね。今日は朝フライトを、まあ、一応確認インターネットで確認してきたんですけれども、特になかったようなんで、あのそのままフィラデルフィアから来たんですけど、もう全然予定想定外でどうしようかって途方に暮れてるところですけどANA さんの方でデルタの便をあの用意してくれたんで、羽田空港あの閉鎖されてたっていう話を聞いたので、ちょっと心配ですね。キャンセルになりました。アナからデルタに変えて、ね、それは今日の便ですか？今日の便です。今日の便です。状況がちゃんとまだ分かんない。とりあえず日本に早く帰りたいなっていう思いですね。皆様のご家族やご友人の無事をお祈り申し上げます。 UTV では番組を変更して地震の最新情報をお伝えいたします。引き続きチャンネル 18.2 をご覧くださいませ。